皆さんこんにちは、ホゲマ編集部のゆうすけです。ホゲマ編集部のいつきです。ホゲマ編集部のまりめらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は主に米国で人気を博しているロブロックスというゲームを3人で遊んでみようと思います。こちらは、今回スマートフォン版を元にプレイしていきますが、ロブロックスにはね、他にも PC や Xbox にも対応しています。今回は3人で試しに遊んでみるんですが、基本的には無料で遊べるゲームモードをいくつかプレイしてみて、それぞれ感想を伝えていければなと思います。早速ですが、2人ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速3人同じゲームに入り、エピックミニゲームスを遊んでいこうと思います。はい、お願いします。このあれですね、フィールド作り込みすごいですね。うん、ちゃんとクリスマス仕様にもなってね、うん、アップデートかけられて、とにかくジャンプ。あ、オーナー跳びっぽくない？ぽいですね。ぽいよね。色がすごいけど。来たよ、オーナー跳び。え、みんなでなんですか？ジャンプしろってことだよね。移動ができなくなってますね。本当だ。足でまたになっちゃダメです。これどうなるの？丸？お、回る丸？ぽい。来た。ぽい。ぽい。手前の人見えない。ぽい。難しい。え？ぽい。いいっすよ、いいっすよ、いい感じですよ。おい、HP 減ってくんだ。あ、マジですか。うん、私、追い出されたんですけど。マリメラさん、もうさようならです。さようならだね。え、それ、追い出されるんですか、これ。これ、もしかして生き残りをかけた。なるほど。そういう、はい、ちょっと早くなってきた。ちょっと早いっす、早いっす。え、サドンデス的な。サドンデス的な感じ。お、確かに人減ってきてるわ。負けねえ。負けねえぞ。ほんまね。おい、HP 半分か。めっちゃ集中するんだけど。やばい。はい。あ、また、はい、行った人が。はい。残り5人。はい。はい。え、何？おめでとうございます。これ生き残り？ああ。生き残った。生き残った。あ、これ生き残るとコインがもらえる。そう、コインもらえるのよ。このコインは左のね、画面のショップの方から、はいはい。まあ、ギアとか、ベッド、エフェクトを買うことができて、アバター的なものを、あ、本当だ。つけれるって形。待ってるとすごい寂しいね、これ。はい、え、ホットドッグとか売ってますよ、お店に。え、どこですか？なんか、あの、おじ…あ、あの…あ、おじさまが、うん、おじさまがお店やってるとことかに行ったら、お、ほんとだ、ロブロックススノードーム、クリスマスクッキー。なんか豚の貯金箱買えるんだよ、こっちに。え、いいな。なんですか、それ。これはロブロックスコインか。なんか出店で売ってた。あ、ペットの豚の貯金箱が買えるんですか。ペットなのこれ。あ、本当だ。買ったら後ろから豚がついてきた貯金箱。あ、本当だ、可愛い。やったね。めっちゃ可愛いじゃないですか。あ、アウトブレイク。アウトブレイクってことは何？ゾンビ系？おっと。アウトブレイクだからゾンビとは限らないか。感染しないように。暗いな。逃げる系？え、とっても暗くないですか。暗い。あ、ゆうすけさんいました。あ、感染しないでしょっていうか、やっぱゾンビ系か。ちょっとこっち来ない方がいいんじゃないの。いやそんなことないですよ。いや、向かいなんで。いや、ちょっと何逃げるの。感染しないようにって、ほら、ソーシャルディスタンス。なんで逃げるの。ソーシャルディスタンス。ゾンビいる、ゾンビいるのこれ。やばい、ちょっとゾンビいるよ。よし。これ高いとこ登れば大丈夫だよね。よし、イージー。ゾンビ登ってくる。本当にイージー。本当に。あ、よし。めっちゃ巻いた。あ、結構足早くね、ゾンビ。あれ、落下死しました。あ、ご愁傷様です。僕はまだ生き残ってるんでね、あと20秒。生きた結果がこれか。ライバルが減ると多分追いかけられるゾンビも増えるんだよね、きっと。あ、俺も感染したわ。あ、マジっすか。あと12秒で。あ、これ感染すると鬼側になるんだ。あ、そうなんですね。あ、じゃあマリベラ君まだ生きてんの。え、感染してました、いつの間にじゃあもう全員アウトだ。そう、全員アウトだね。ちょっと連続で失敗しちゃった。生き残りはどこにいるんだ、これ。勝者。勝者、一人。一人、勝者いたね。いましたね。生き残ったんだ、ものか。お城登り。お城登りはやってみるか。まだ被ってないし。これラストにしましょう。これラストにする。これ正真正銘のラストで。悔しいからね、今のね。せっかくなら勝ちたいですよね。そうね。え、あ。登り始めます。え？あー。何？はい。え？どうやって登るの？何？次どうやって登るの？あと1秒で出てくるのかな、ブロックが。あ、そういうことか。なるほどね。はい。これ系は得意ですよ。任せろ。おい。あ、落ちてった。あ、結構落ちてった。やばい。お。これどうやるの？この回ってるやつ。あ、そういうこと？難しい。ぶつかってダメだ、うまくいかない。やばい、抜かされる。あー、くっくっ。
頂上を。OKOK? 結構落ちてしまった。先に頂上に着いた人が勝ちなのかな、これ。危ない危ない。残り25秒。あ、焦るな焦るな焦るな。ぶつけ。ほい。やれる、俺はやれる。ほい。ほい。やれる。ほい。やれる。ほい。ほい。まだ早い。ゴール。まだ早い。うまっ。イエーイ。え、間に合わないんじゃないこれ。待ってよ。あ、すげえ、隣でめっちゃ落ちた人いる。誰だろう。私じゃないですよ。あ、俺もゴールかな。ゴールよ。よかった、残り1秒。危ねえ。あと1歩だったのに。本当にあと1歩だった。惜しい。本当ですよ。フラッグ見えてますよ。またいい加減なこと言ってるじゃない。本当に？やったー。ちょっと他のミニゲームも遊んでみる。そうですね。そうですね。はい、次のゲームはね、スノーボール .io って始まったかな、もう。始まってる。まあ、雪玉転がしてね、相手を吹き飛ばせば勝ちっていうね、シンプルなルール。なんか、人の雪玉にぶつかると、うまいこと本体にね、飛ばされた。マリメール吹っ飛ばした気がする。いや、やめてくださいよ。わわわわわ、え、落ちた落ちた。たたたたたた。まだ生き残ってる。わーっと、危ねえ。なかなか雪玉大きくならない。くそ、飛ばせない。わーっ、待ち気だったこれ、もしかして許さない俺の大きいんじゃないこれ。あ、ちょっとちょっとえ、これなんか脱落しちゃったんですけど。観戦モードだね。なるほど。ギャラリースペースからは僕らの戦いを見てていいのよ。へぇ、はいはい、まっか勝負つかないけど、これモサしか残ってない、もしかして。後ろクリアリング。あ、でもステージどんどん狭くなってんだねこれ。そうですね。ちょっと待って、ちょっと待って、クリアリング、クリアリング。よし、はい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 。うお、はい。真ん中いるのも結構狙われるな。そうですね。これかなりでかいぞこれ。ほら、おー、飛んだ。やった、危ねー。追撃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 、自分にしてますよ。あったったらたっ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 た、危ない、この水で当たりたくない。当たりたくない。あったー、落ちてったね、いつきくん。くそー。まあね、立ち回りにかけてはね、くそー、人気の違いがあるからね。リスポンして、ゆうすけさん生き残ってる。俺1位になるんじゃないこれ、もしかして。うん、勝てそう勝てそう。勝った。いなくなった、もしかして。え、いなくないですか、誰も。あ、勝ちじゃないですか。やったね、すごい。え、真ん中にでっかいゆうすけさんがいる。勝った、勝利のダンス。でかい、やばー、でかすぎる。これラストする。じゃあこれラストにします。真ん中に行こう。できてくれた、最悪。うわー、あー、ちょっとこれマリメラか。めっちゃ当てられるんですけど。狙い撃ちされてるんですか。みんなペンギンに恨み持ってるんですか。落としたんじゃない。あ、ダメだ。なんかちょろそうなんじゃないですか。ペンギンが、うん、それよく滑りそうみたいな。あー、滑り良さそう、確かに。わー、ちょっと。いや、事故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 。ゆうすけさんじゃないですか。事故事故事故。ビデオ判定します。そう、事故事故事故。逃げよう。弾で見えないから、ほら、人が大きくなっちゃうと。なるほど、そうだ。腕もなったぞ。オープン。これ誰につけば。端っこでなんかやってるな。あ、違う人か。あ、あ、あぶね。一人落としたぞ。わったー、後ろから狙われてた。マリビラ生き残ってやがる。なんだあいつ、でっかいの持ってる、ずっとうろうろして怖え。ほんとだ、怖え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 。ちょっと深く飛ばしたのに。ちょっと待って、ちょっと待って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 、俺が誰より早く大きくする。さあ、残り5人になりました。むやみに使わない方がいいな、きっと。使ったところを後から漁られる。おーと、ゆうすけさんが一人落とした。落とした落とした落とした、今。見えなかったよく。さあ、残り3名。急いで大きくしたい、たまに見えなくる。おっと、残り4名。やべ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 、あいつ一人落とした。一人脱落しましたよ。やべやべ、怖い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 。ここでフィールドが縮まる。ちょちょ、俺たち同じスタッフ。あーあー、ゆうすけさんが落とされてー。まで戻しちゃった、今。いやー。ちょっと嫌な予感したけどね、オレンジのでかいの見た瞬間に。いや、でもゆうすけさんをちょっと落とせてよかったです。日頃の恨みを。そうだね、同じ編集部内で落とし合ってどうするんですか。今協力するアイコンタクトかなと思ったけど、全然僕にまっすぐ考えてなかった。はい、では次遊ぶのがね、シャークバイトっていうゲームです。こちらはまあシンプルにプレイヤーが1人サメになって、残りの人はサバイバーとして人間となって、生き残った方の勝ちというシンプルになるんです。サメはもうサバイバー全員をね、制限時間内に倒さないと勝てないので、ものすごい殺意を持ってね、全員食い殺す気で襲いかかる。誰か一人
なりたいですね。そう、ランダムね、ランダムサメになる。でずっとゲームやってるとね、左下のサメになる確率っていうのが上がって、あ、本当だ、いつかはサメをやれるはず。へえ、銃口だけ見えた、壁の銃口だけ見えた。お、サメが選ばれるぞ。来い。 4% だから来ないんじゃないか。あ、違った、来ない。でこれボートはね、あの選ぶんだけど、自分の、そう、サバイバーと同じボートを招待すると、ね、一緒に乗ろうってできる。みんなで乗りましょう。みんなで乗りましょう。アヒルさんにしましょう。アヒルさん、アヒルかわいい。じゃあマチキンさん数えばいい。見てください。はいはい。なんか、よし、マリミラクは乗れた。乗れました。乗れてる。これ2人しか乗れないの。あ、2人しか乗れないのか。乗れてます。乗れてる、はい、あ、本当ですか。悪いな、伸びた系かと思ったこのボード2人乗れたんだ。あ、ちょっと落ちちゃった、落ちちゃった。これは、はい、銃で撃てばいいって。はい、俺が運転席かこれ。あ、そうですね。そう、安全運転でお願いします。撃ち殺してね。来ましたね、サメの体力が。わ、サメ、サメの探し。じゃあ撃ち殺そうか。出してください。あれ全然前進まないけど、アヒルボートすんごい遅くない。そんなことないですよ。向きは変えれるのよ。あの、あれじゃないですか、これマリミラ君じゃないですか、これ。これ私かもしれない。そうだよね、はいよ、はいよ。どこに行けばいいんですか、これ。サメを探して、探す、目標中心捉えて撃つ。あ、向こうで爆発するから。ちょっと待って、降りちゃった、降りちゃった。いるいるいる。え、あそこですよね。まあ、マチキ君も餌に俺たちが撃ち殺せば勝ちだから。いや、任せてください、人柱慣れてるんで。え、これ全然なんか、サメかと思ったらマチキ君だった。サメですよ。いやいやいや、あ、サメの意識すごい減ってくね。変わったんじゃない、何もしないでも。あ、いたいたいた、サメ。どこですか。あ、そっち。そうそうそう、移動。え、これなんか運転が分かんない、これが。あ、いた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 、おー、いたいた、はいはいはい、いいね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 、いいよいいよいいよ。ちょっと、ちょっとすごいな、もうサメの激戦の跡が、船が壊れまくってる。ちょっとワチキめっちゃ後ろなんだけど。え、右側にいなかった？飛びちゃった？島の裏とかにいる。なんか誰か助けてって言ってませんか？嘘、後ろで。本当だ、来た、取った。よし、誰か合流遅いよ。え、誰ですか今の。誰だと思いますか？あ、いつきくんですか？さっき振り落とされた人だよ。あ、いたいたいた、サメいる、サメいる、サメいる。どこですか？後ろだ、あの島の後ろだ。左に曲がってってまっすぐ行こう。右下のね、ジャンプボタンを押すと一応降りられる。あ、そうなんですか。勢いよく振り落とされた、着水してったけど。え、ちょっと助けて助けて。のジャンプしたら乗れるよ多分。ちょっと運転変わってください。はい、うまい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 。え、パラシュートなんですか、これ。上にいなかった、どこにいるんだろう。てかもう我々だけではないですか、これ。え、もう逃げ切る。137秒。あ、いた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 いまだ生き残った人いる？どうかな。え、あの突撃一発でみんなこんなことになっちゃう？いや、もうやっぱサメですから。サメだからか。はい。はい、もうすでに始まっていますけど、こちらはコロコロコミックさんが公開されているゲームで、デンジャラス G さんを題材としたアスレチック、通称 G さんアスレチックにしました。ほう。このようにね、メーカーさんが、特定の大きな企業のメーカーさんがゲームを公開することもあって、今はね、コロコロコミックさんが公開中のデンジャラス G さんのアスレチックに入ってきて、もバチキがちょっと足を踏み外しただけでバラバラになってるけど、はい、このアスレチックやっていこうか。これは当たっちゃいけない。おそらくね、見た感じでも赤いとこ踏まずにゴールに行けってことなんじゃないかな。余裕です。余裕、うん、そうだね。早く行ってください。ちょっと押されると。さよなら。ちょっとえ、これどこを目指すんですか。多分ね、なんかパネルが見えると思うんだけど、あれがチェックポイントかな。 あ、もう足を踏み外しちゃった。ちょっとシビアすぎないこれ。左の方ですかね。デンジャラス G センサーがデンジャラスなとこじゃないのこれ。はいはい。わあ。ちょっとあれ、あ、これもしかしてさ、リスポーンの無敵を利用して、あ、ダメなんだ。
そういう、またそういうことを。ダメだから、ちゃんとルール守るけど、あ、ちょっと。どこに行けば。なんか模様のついた床があるでしょ、スタート地点から見えるけど。あ、あそこに行けばいいんですか。そうそうそう。チェックポイントもあるみたいですよ。チェックポイント、ちょっと、ユースケさんについてこう。ここで合ってる、斜めに行って、あ、ちょっとちょっとはみ出てるだけなのに目の前で、わーちょっとこれなんかあれだね、バラバラになった人飛び越えようとしちゃうから、わー落ちた。人がいると、もう行かないの。行けこれ、よし、行った。はいはい、チェックポイント、ごめん、ここで、はい、これ結構合ってるの、メインに乗れと、きっと、そういうことだよね。わしき結構先行ってんな。いやー、どうもどうも、イージーでございますね。あダメなんだこれ。あ、チェックポイント踏むともそこからなんだね。そうですね、リスポーンが…マリミリはまだ全然追いつけなそうだし、先行っちゃうか。やめ、待ってください。あ、ちょっとすぐ行きます。わっ、あ、ちょっとなんでマリミラさんが切れてるから。チェックポイント2つあるけど、どっちなんだ。自分左から行きました。あ、なんか押されるんだね、徐々に。あ、そうです、そうです。急いでいかないと。あー、頭がちょっとあれだ、押されちゃった。痛い。これは結構割と集中しないと落ちるの。いや、そうなんですよね。ほい、あ、ダメ、これ今の。これ左もしかしてむずくない。マジですか。うん、ほい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 、お、行ったわ。え、よし、エクスカリバーこれか。エクスカリバー、ふぅ、心つきとマリメラの位置見てる。全然来てないかな。難しいみたいだね。え、最初のチェックポイント難しくないですか。いや、もう僕2つ目超えちゃったから。え、マリメラは知ってるもんだぞ。これゴールしました。本当に？え？ファウルのエクスカリバー拾った。どうすんのこれ？この触れるだけです。触れるだけ？え、これってこっからジャンプですよね。そうですよ。え？いや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 。なんで？ああ。よいしょ。え？いつきくん戻ってきたんですか？2周目？はい、2周目こちらへ。あ、ちょっと真似しよう。こう斜めジャンプするじゃないですか。はい。したら、ここ行くじゃないですか。そっち、そっち行くんだ。そういうことか。ずっと飛び越えてました。なるほど。あ、でも次も行け、あ、行けそう。次も行けます。あ、今のはなかったことで、ね、え、ゴールあそこか、目の前のゴール。おっ、おっ、おっ、あ、ゴール、エクスカリバー持ってゴール。お、ゴールしました。ありがとうございます。てててて、はい、はい、イエーイ、 やっと来た。いやー、暇すぎて2周目行ってた。いつきくんも来た。今3周目です。3周目か。無事みんなでクリア。まあちょっといつきくんはまだ無理みたいだけど、いや、俺たちはクリアしたってことで、ね、まあ、任せてくださいよ。じゃあみんなで、あの、剣を掲げて、投げて、剣掲げましょう。これ何だったんだ。結局触れるけどね、クタップさん。これいい絵なんじゃないですか。みんなで、みんなで猫切るわけでもなく、なんだっけ、なんか猫の。めっちゃ気になる。ちょっと突き落ちるとね、これ邪魔できるんだ。うん、じゃあ、このくらいに職業は。そうですね、はい、もう途方がないので。やり続けると、結構まだ他にもね、遊んでないタイトルもいっぱいあって、うんうん、なんかもう数えたことはないんだけど、5000万以上のゲームが、5000万、うわー、すごい、公開されているのが確かだったかな、うん、ロビー画面に行くとね、なんかすごく数が分かるんだけど、うん、本当に遊びきれないぐらい、一つのゲームでこれだけ時間を潰せるから、うん、いろんなタイトル、いろんなゲームモード遊んでみるとね、多分一生遊べるんじゃない、本当に、うん、これからもどんどん増えていくってことですもんね。そう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 、これは個人やまあ企業の方が作って公開できて、うんうん、まあ、僕もちろん今まで遊んでる側の人たちも作ろうと思えば作れるから、うん、多分新しいコンテンツはずっと生まれるし、遊ばれるゲームも改良されてまた、ね、再び遊ぶ人もいると思うので、本当に飽きが来ないゲームといえばこのタイトルなんじゃないかなと思いました、うん、今回2人は遊んでみて感想はどうだったかな。そうですね、うん、あの、自分
個人的にはあれですね、あのスノーボールが、うん、雪玉が面白かったです、はい、あれ結構熱中しちゃうというか、友達とこうなんか夜とかなんかちょっとした時間とかに遊んだらとても楽しめるんじゃないかなと思いました、うん、とても楽しかったです。よかったね、はい、白熱したね、駆け引きがあるしね、なんか、うん、雪玉大きくしても使っちゃうとそこを他の人にね、そうぶつけられるもうなすべもなく飛ばされるから、もう何回か騙し屋発生しましたけど、騙し屋発生したね、はい。じゃあ続いてマリミラはどうだったかな。はい、率直にすごい楽しかったなっていうのが一番なんですけど、うん、今回、ゆうすけさんといつきくんと遊ばせていただいたんですけれども、なんか一人でもやっても全然楽しそうだなっていうふうに思いましたし、シンプルなゲーム分かりやすくて、なんかこのドキドキ感がある、うん、どんなルールなんだろうっていう、パッて始まってみると、あ、こういうルールなんだっていう発見とね、うん、あ、こういうことみたいなところがなんかすごい楽しい。ありました、ありました。でもサメとかは、逆になんかみんなで協力してやってる感じとか、ね、友情がちょっと芽生えたんじゃないかな、ということで本日はこのぐらいでお開きいたしますか、はい。じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。